イズミルに上陸したギリシャ軍イズミルのコルドンを行進するギリシャ兵イズミル占領とは、1919年5月15日のギリシャ軍のイズミル上陸に始まり1922年9月9日のトルコ軍のイズミル入城まで続いたギリシャ王国によるイズミル市の占領である。占領は連合国の認可を受け、ギリシャ王国スミルナ高等弁務官、アリスティディス・ステルジアディスの指揮のもと行われた。第一次世界大戦中、ギリシャ王国とオスマン帝国の間には、いかなる武力的衝突も発生しなかったため、ギリシャによるイズミル占領に関して連合国内でも論争があった。諸外国がギリシャによるイズミル占領を認めた主たる目的は、アナトリアにおけるイタリア王国の権益を均衡化することにあった。イタリア、イギリス、フランスが1917年4月26日に結んだサンジャンドモーリエンの協定は、イタリア王国に約束されていたイズミル地域がギリシャに行って占領されたため履行されなかった。ギリシャのこの行動は、トルコ解放戦争においてイタリア王国とトルコ民族運動とが接近する要因となった。イズミルの都市部とアイワルク、両都市間の海岸線、チェシメ半島、セルチュクやベルカーベ峠に至るイズミルの荒廃地も占領された。1920年4月以降、ギリシャ軍はイズミルから進軍し、ブルサ、エスキセヒル、キュタヒア、カラヒサールサーヒブといった西アナトリアの大部分を占領下に置いた。イズミル占領の思惑は1919年2月中頃、ギリシャの首相ベニゼロスによって提言され、イギリス首相ロイド・ジョージにより支持された。アメリカ大統領ウィルソンは、この提言に対し当初は断固反対したが、3月25日時点では、より柔軟な態度を示した。5月7日、イギリス、アメリカ、フランスはギリシャの艦隊をイズミルに送ることで合意し、この決定は5月15日に実施された。ギリシャによる占領はトルコとの講和条約の署名までの安全措置として提案された。イズミルはギリシャに併合されず、ギリシャ軍の支配下でトルコの知事により統治された。1920年8月10日に署名されたセーブル条約により、イズミルとアイワルクは5年間ギリシャの占領の下オスマン帝国が主権下に残留し、その後の領有に関して住民投票が行われるという方向で決断がなされ、トルコの世論はイズミル占領をトルコ国民に対する侮辱であり、ギリシャによる最終的な併合に向けた第一歩であると批判的に評価した。イズミルのギリシャによる占領の最大の理由は、偽の報告書により、当該地域におけるギリシャ系住民の数がトルコ系住民の数よりも多いとされたことであった。アメリカ大統領ウィルソンは当初これに反対したものの、後に柔軟な態度を見せた。ウィルソンはイタリア軍が地中海地域に許可なく上陸したという情報を得た。イタリア軍がアナトリアの内部まで進出し始める可能性に疑念を持ち、イズミルに対するギリシャの権利主張に傾斜し始めた。これをイタリア王国を処罰するための良い機会と捉えた。ギリシャ系住民に対する弾圧の物語はギリシャ軍によるイズミル占領の承認に影響を与えた。ハサン・タフスイン・ベース・ユレマン・フェトヒ・ベイ・イズミル占領に先立ち5月14日にイズミルの要塞地区が占領された。英軍部隊はカラブルンとウズナダを、仏軍部隊はウルラとホチャを、ギリシャ軍部隊はイェニカレを占領した。1919年の5月15日午前、連合国艦隊の援護のもと、ギリシャ軍はイズミルのふ頭に上陸した。イズミルではこれに対抗できる200名ほどの部隊が駐留しているに過ぎなかった。イズミルとその周辺に展開する部隊の指揮官、アリナーディルパシャは、ギリシャ軍に抵抗しないよう、武器を連合軍に引き渡すよう命令した。イズミルのギリシャ系住民が歓喜のデモンストレーションの中閲兵式を行ったギリシャ軍に対して発砲したハサン・タフスイン・ベイはギリシャ兵1名を殺害したが、その直後に他のギリシャ兵により射殺された。このハサン・タフスインベイの発砲がトルコ解放戦争を開始した最初の一発とされることがある。ギリシャ兵はこれに対抗して周囲に一斉射撃を始めた。兵舎にいた非武装のトルコ兵を目標にした一斉射撃は彼らが投降したにもかかわらず続けられた。トルコ人将兵は重傷で殴られ、銃剣で刺され殺害された。万歳、ベニゼロスと叫ぶことを拒んだ。第17軍団徴兵局長、スユレーマン・フェトヒ兵大佐は、エブゾーン兵たちにより、銃剣で22カ所を刺され、病院で死亡した。第17軍団司令官、アリ・ナーギル・パシャ准将は、ギリシャ兵たちから殴る蹴るの暴行を受けた。トルコ系住民に対する殺害、略奪、強姦が始まった。イズミル占領の当日に約400名のトルコ人が5月15日から16日にかけて周辺の村や郡で発生した事件では5000名のトルコ人が殺害された。1919年5月19日付のニューヨークタイムズ紙はイズミル占領当日に800人のトルコ人と100人のギリシャ人が死亡したと報道した。5月15日までに合計約2万名のギリシャ兵がイズミルと周辺地域に進駐した。5月16日、イズミルの占領を知った約800名のギリシャ系住民はトルコ系の村々を襲い、無防備の住民を殺害、略奪を始めた。ウルラのトルコ系街区はギリシャ系により包囲された。これに対して、第56師団第173連隊連隊長、キャーズムベイ中佐は、18人の兵士と何人かのジャンダルマと共に防衛組織を創設し、ギリシャ系住民による攻撃を撃退した。同日、この出来事を知った町のトルコ系住民は、ウルラの武器庫にあった武器と弾薬を取り、120人程度の民兵部隊を組織した。このようにして、西アナトリア地方で最初の国民軍が誕生した。周辺地域において他の民兵組織も急速に創設された。ありがとうございます。